醤油の香り、カモン。君ら小腹が空いたら焼きおにを、食欲ワクワク、あの香り。飽きたな。家族の小腹にこの香り、日水大きな大きな焼きおにぎり。日水。おはようございます。おはようございます。よう、はい、カットしまーす。めっちゃかっこいい。醤油の香りカバー。醤油の香りカバー。はい、はい、はい、よー、スタート。醤油の香りカモン。はい、カットしまーす。何型？A型です。あら、ほんとだ。マジ一緒だ。何が？え、あれ、その親子だもんね。よーい、せーの、カモン。はい、カットしまーす。カモン。いきます、よーい、せーの、カモン。オッケー、オッケー、オッケー。カモンスタイル、いいよ。さあ、いたのか。スタート。もうちょっと病気があるな。絶対ありますよ。よーい、せーの、スタート。家族いろんな小腹に朝焼きおにぎりもありだね。いただきます。いただきます。はい、頑張って。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。一日ありがとうございました。楽しかったです。またお願いします。松崎茂です。室津吉です。どうもどうも。どうも。はい、4年ぶりの新しいバージョンのコマーシャルといいますか、うん、CM を撮らせていただきました。あの曲もね、テンポが少し変わったりして、そうですね、あと雰囲気もあのまた4年ぶりっていうことでちょっと新しい感覚があって楽しかったですけど、うん、相変わらず美味しいなと。おべっかじゃないですよ、うん、気遣ってるわけじゃないですよ。本当のことしか言ってませんよ。そんな撮影は楽しく今日はやらせていただきました。はい、そうだね、今回は逆に言ったらあの、うーん、今までのやつよりもなんかメロディーというよりもシャウトだね、うん、あ、シャウトだからね。シャウトが、うん、やっぱりなんかあの焼けた感じ。はい、はい、これはね、あの真っ黒崎こげるとしてはね、非常に嬉しいです。真っ黒崎こげるって言っていいんですか。そうそうそう、すごいですね。僕らがいたら絶対口が裂けて見えないですね。いや、そんなことないですよ。もうあの僕 の, あの周りのメンバーもう大体こげるとか、ね、そうですか。まあでもやっぱりあのお醤油の焦げた感じ、うん、これはもう日本人が大好きですから。はい、はい、そうですね。いいですよね。はい、いい香りの、うん、はい。先ほどちょっとお話しさせていただいたんですけど、うん、とある川沿いで私ランニングしている時にばったりお会いしまして、ね、でちょうどこの、日水さんの大きな大きな焼きおにぎりをや撮影した撮影した後よ。後ですよね。後で一回すれ違ったんですよ。であのお子様、お家族といらっしゃって、はい、僕すれ違ったんですけど、絶対松崎さんだし、うん、ここはやっぱりご挨拶すべきだなと思って引き返して、すいません、嬉しかった。いやいや、本当になんかご家族の時間申し訳ないな。いやいや、もう感動でしたよ。おじゃーって言った時に不審者が来たなと思って。そうですよね。完全サングラスは帽子とね、マスクして走ってたもんですから、うん、でもやっぱりね、室君って分かってね。ありがとうございます。その時に思わずね、すいません、写真撮ってください。そうそうそう。こんな芸能生活55年やってんのがね、すいません、写真撮ってください。いや、でもご家族も一緒に写真撮られてた。でも今もう宝物ですよ。あ、本当ですか。ありがとう。本当にだから今日お会いするっていうのを聞いた時に、あの行った時にもううちの家族が室さんによろしく言ってくれ、お前知らねえじゃないかよとかって言ったんだけど、でもね、大好きなんですよ。ありがとうございます。嬉しい。あのやっぱり画面からなんかこうはみ出るような、うん、
うん、面白さっていうのがありがとうございます。ムロさんですよ。いや、存じ上げていただいて。一回酒飲んでみたいと思います。あ、ぜひね、そうですね。僕もあの松崎さんがご家族にいるっていうのは、うん、あまりイメージというか想像したことが、そうだね。見たことがなかったので、うん、ご家族の時の顔のリラックスしたというか、うん、まあ、いつもリラックスされてますけど、ちょっと優しい、いつもより優しげな顔が印象残ってますけど。もうなんかね、デレデレです。そう、そんな感じじゃデレデレなんだ。そう、デレデレ。家族にデレデレなんだ。うん、そっかそっか。やっぱり僕、うん、あの舞台もやりますんで、はい、やっぱり僕はあの、まあ、声が、まあ、少しずつ大きくなって、まあ、やってるんですけど、うんうん、その松崎さんのあのマックスの声量っていうのはあれずっとやってればもまた上がりますかね。いや、上がりますよ。上がるんですか。うん、僕のね、声量のあの、まあ、原点っていうのは野球ですね、はい、あ、僕も野球やってました、はい、もう本当にね、もう小学、中学、高校まで、はい、だからそういう面では僕らの時代っていうのはもう声を出さないとものすごく怒られてる。まあ、僕の時代も怒られました、ね、もう初めから終わりまでずっと声を、はい、だから大体こう1年生の、まあ、新入生になると、はい、バックネット裏からセンターまで、はい、でセンターからバックネット裏まで、あ、聞こえる、サークだサークだー今ちょーもちょー、ちょっとメロディー入ってるすいません、もうここら辺がね、そうですね、なんか原点かもしれない。そうか、まあ、僕らの時代まだエンジョイベースボールなかったんでね、声出せって言われてましたね。そうです、はい、水飲むな、そうそうそう、ウサギ飛び、そうそう、今やっちゃいけないことやっちゃいけないことばっかりでした本当に。ウサギ飛びなんかどこもやってないんですから、もうやってないです、ね、本当に、あれがいいと思ってたんですよ。そう、いいと思って、ウサギ飛びとタイヤ引きはいいと思ってました。そうなんですよ、あれやったかって、あれ腰痛くなりますもんね。だから次の日のやっぱりお手洗いがきつい、きついです、本当にきつい、本当にそんなに様式もまだそんななかった時ですからね、うん、思い出語るにはいいですね。え、ムロ君は今いくつの？僕47です。あ、47か、はい、俺がね、73だからね。いや、もう普通はもうおじいちゃんですけど、いやいや、うん、ただただやっぱり73の鼻垂れ小僧っていうかね。いいですね、うん、僕はですね、やっぱり、この世界を目指してから、まあ、最初の方にやった魚市場がバイトなんですけども、ほうほう、やっぱ生魚の匂いが、うん、まあ、魚屋さんもそうですけど、魚市場独特の匂いがあるんですよ ね、うん、あるね、そこはもうスーパーとは違う生魚、うん、マグロたちの匂いとか、うん、特に夏とか冬でまた匂い違うんですけど、うん、その魚たちの匂いがやっぱりあの頃を思い出して、いいですね、そう、あの時に戻りたくないけどあの時があるからみたいな匂いが魚市場、魚屋さんの匂いだから、匂いとそれからやっぱりこの音だね。あ、そう、音もそうです、発泡白いと氷とかの音、ね、そうなんですよ、そうです、ね、水がこう張ってるし、ね、そうそうです、そうです、それからあのしゃがれた俺みたいな、そうです、そうです、そうです、おかしいわ、そうです、そう、セリやってる先生もいいんで、声すごいですから、はい、あれがね、たまんなくこうなんかワクワクする、そうです、あの声独特ですもん、その場所でね、そうそうそう、何言ってる、最初からそうです、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 いいですね、何か思い出しますね。はい、一回その大人になって好きになった人の香水の匂いが一回その街で同じ匂いした時振り返りますもんね、匂いって思い出すんです、脳があるね、違うかってね、あるね、これも使えないですけどね、俺は俺は特にあるありますよね、僕なぜどんな匂いって口で言えないですけど思い出すんです、匂いってファッて浮かぶんですよね、そうなんですよ、あれね、もう俺大好きなんですよ、ノスタルジーなね、いや大好きな匂いがあるんですね、いっぱいありますよ。ありすぎちゃって困っちゃう。野球でいうとね、俺なんかね、大声出したのは、うん、俺も高校野球やってたんだけど、あの自分の息子も高校野球やってんの。あ、やってらっしゃるんです か、 あ、そうですか、やってたの、うん、でそれを見に行った時に、うん、これがまたねホームラン打ったのよ。あ、そうですか。そん時にもうなんだろう、自分が今まで出したことないような大声出してましたね。そうですか。それ球場一番声全員声出たんじゃないですか。全員そうですよ。だって野球の球場始まる時に下げ下げ通るな、縛ってけ縛ってけ縛ってけ積極的に一番通りますもんね。ダックアウトからこうやって監督がこうやって俺の顔見たもん。日本でトップクラスに声通る人ですからね。いや本当に、うん、でやっぱりその時に絶叫したのを覚えてる。あ、やっぱホームそうですよね、うん、息子さんがそんないい当たりスポーンって打ったら、そうですよ、いけ入ったと、やっぱりね。